神奈川県とある海岸。ここに今年ビーチバレーに転向し、今最も注目を集めるアスリートがいます。海の思い出とかってあります？いや、海あんま行かないんでね、ずっとあんま来たことなかった、はい、小さい頃とか。そうですね、ビーチ始めてから海に行くようになった。元全日本代表菅山薫、可憐な容姿から繰り出される軽やかで跳躍力のある強烈なスパイクに、迷わず飛び込む豪快なレシーブ、その両方を器用にこなす彼女は人々から薫姫と呼ばれた人気のバレーボール選手でした。海とは縁のない生活を送ってきた彼女が、今では1時間半をかけこのビーチにやってきます。ほぼ毎日のように通うようになりました。いける、いける、いける。バモー、コントロールディフェンス、はい、ヨーディフェンスプレイヤー、モア、ディフェンス、モア。彼女がビーチバレーと出会ったのは去年の話。ビーチバレーの試合を引退してから見に行ってから興味を持つようになりました。どんなところがあったんですか？なんだろう、2人でその作戦を練って、2人でそのチームなんかゲームの組み立てとかをしているところとか、すごい面白いなと思います。インドアではそういうのはないので。菅山選手にとって、これまで経験したことのなかった新しい環境でのバレーボール。太陽の下、風を読み、砂の上でプレーすることは思っていたよりハードでした。そして30歳になる彼女、さらに悩みがあるようです。焼けてはりますね。本当ですか？焼けましたね。ちょっと焼けてる人いますよ。大丈夫です。やっぱ日焼け止めは必須ですか？そうですね、すぐなくなります。大変です。彼女にビーチバレーを教えるのは、ビーチバレー大国ブラジルからやってきたエッジコスタ監督。なんとワールドチャンピオンに輝いた経歴を持ちます。Different. Men use much more than. Let's put coach here and you there. You use much more there than doing this too. これまでやってきたインドアでの経験がビーチには通用しないことを実感します。不安と戦いながらも彼女はコートに立ちます。砂の上なので、そのレシーブにしてもスパイクにしても安定しないので、なんだろう、自分が取れるだろうっていうボールも取れなかったりだったり、こうスパイクも、強打打てると思っても砂で足取られて打てなかったり。そんな彼女を支える人物が、所属チームのキャプテン西村選手でした。実は西村選手自身もかつてはインドアバレーの選手として元全日本代表を経験。その後ビーチバレーへ転向と、同じ道を歩んできた菅山選手の理解者です。こっちにトスを出してこう打つのはリスクがあるというか意味がないかな。今ちょっと風が止んでるけど、基本的にこう吹いてるわけだ。逃げていくボールを打っていく力だったらこう打つ。インドアだったらこうなのにとか、インドアだったらこれでいいのにとか、パス一つ、トス一つ、スパイク、まあ、全部ですね。
違うので、インドアの癖っていうのは最初は絶対ありますから、それ全部変えないといけない。菅山薫30歳、全てを捨ててのゼロからのスタートです。で、見て見て、超大人しい。ちょ、来てみて、自分来たら逃げるかも。来て来て来て。そうかい。ちょっと触ってみて。あ、嫌われた。臭いんじゃない、それ。おい。そして3月。彼女と共にコートに立つパートナーが決まりました。この春高校を卒業したばかりの溝江さやか選手。いや、なんか確かにしようかな。コマの方がさ、分かりやすくない、うん、学校明らかに違うじゃん。コマ明らかにまあ私コマにするね。じゃあ私もコマにする。コマビーチバレージュニア選手権で日本一に輝く溝江選手と菅山選手の年の差は12歳、ちょうど一回り違います。3文字が長いだったらサヤで、サヤでいい。じゃあサヤで、はい。あれ、あんまりじゃなかった。当たるの分かった。なあ、オッケー、はい、ゴー。向かうところ敵なしと誰もが思った元全日本選手とジュニア日本一のペア。迎えた国内ツアー。ライン。マジロク。鋭く決まるスパイク。しかし白星を挙げたのはこの初戦のみでした。その後のツアーは6戦6敗。それぞれのトップレベルに位置してきた2人にとってビーチバレーの壁の厚さを感じる結果となりました。次は本当に勝つことに本当にこだわってやっていきたいなと思います。試合に勝つために彼女はジムに通い始めました。今まで経験したことのなかったウェイトトレーニングを行うことで体力、精神力の強化を狙います。菅山選手にとって初となるワールドツアーが始まります。しかし会場にやってきた彼女は一人、ペアである溝江選手の姿はありませんでした。